どうも、チーム軍艦のです。ご視聴ありがとうございます。はい、ということで、今回もプロスピ交換会の結果の方を見ていきましょう。そしてね、最後に称号チャレンジの方もしたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。では、行きましょう。はい、ではね、第2回目のプロスピ交換会、結果どうなってるのか、ちょっとね、ドキドキですけども、やっていきましょう。はい、チェックします。さあ、どうなるか、タップ。おっと、誰だ？おっ、ボンワさん、シリーズ2か。そして、パーラーさんかな？ちゃうかったらごめんなさい。あ、パーラーさん。あ、マルチネスさんか。失礼しました。ボンワさん、シリーズ2ですね。そして、パーラーさんが来ましたね。はい、ということでね、第2回目は皆さん、助っ人外国人ということで、本当にね、ありがとうございました。交換してくださった方、ありがとうございました。ではね、第3回目の選手もね、決めていきましょうか。はい、ではね、第3回目も選手ね、選んでいきましょう。まあ、誰をね、出すかは、まあ、決めてるんですけども、まず、ランダムボックスは、松田さんにしようかな。はい、ソフトバンクの松田さんにしたいと思います。いってらっしゃい。そして、2020同チームは先ほどいただいたボーアさんにしようかな。シリーズ2ですし、喜んでいただけたら嬉しいですね。そして2020交換ボックスの方は、アニバの森下さんにしたいと思います。はい。いってらっしゃい。はい、ということで、ね、第3回目は松田さん、そしてボーアさん、森下さんということにしました。まあ、誰とね、交換できるのか、もうすごくね、楽しみなんですけども、皆様は第2回目はね、どういった結果やったでしょうか？ぜひね、コメントで教えてください。ありがとうございました。はい、ではね、最後に称号チャレンジをやって終わりたいと思うんですけども、今回は糸原さん、ボーアさん、能見さんをね、称号チャレンジやりたいと思います。糸原さんはシリーズ2に継承ができまして、特能もマックスにしました。強心臓か勝利の使者をね、つけたいですね。ボーアさんは称号チャレンジ1回しかできないので、パワー A にぜひともね、なってもらいたいです。能見さんはね、結構ね、A ランク今溜まってるんですけども、狙いは超特急で、9位 A、スタミナ A、同値をね、狙いたいと思います。では、やっていきましょう。糸原さんからいきます。はい、ではね、1回目やっていきましょう。さあ、何がつくかな？ぜひとも、勝利の使者か、強心臓つけたいんですけども、サポートアイテムはなしで、いきます！ 1 回目。何がつくでしょう？さあ、お願い。お、コンタクトヒッターはあんまりよろしくないんじゃない？ミートが上がるから、まあ、ミート総力同値なんでね。まあ、これはなしですね。残念。はい、ではね、続けて2回目やっていきたいと思います。さあ、2回目は何がつくでしょう？お願いします。さあ、来い。勝利の使者。圧倒的パワー。糸原さんっぽくないけどね。んじゃあ、圧倒的パワーは、パワーのみ上がるんかな？パワープラス2。あ、でもパワーが C になりますね、これで。じゃあ、圧倒的パワーを糸原さんにつけたいと思います。ありがとうございます。さあ、お次はね、ボーアさんですね。ボーアさん、なんとかね、パワー A にしたいんで、はい、なんとか、お願いします。称号チャレンジやっていきましょう。頼む！パワー A になってくれ！お願いします。さあ、来い！ラン&ガン。なんだそれ。おお！ OKOK！ パワー A になったわ。なんとか。パワープラス1、総力プラス1で。よかった。なんとかね、パワー A になりました。ボーアさん。ありがとうございます。はい、ではね、ラスト、能見さんですね。能見さんに称号チャレンジやっていくんですけども、能見さんは超特急狙ってやっていきたいと思います。3回やりたいと思います。さあ、まあ、1回目はね、極意書なしでいきましょうか。はい。さあ、何が来るか。お願いします。請求自慢。請求自慢はあんま良くないね。では、火の玉ボールのままでいきましょう。はい、では2回目やっていきます。いやー、ちょっと怖いな。2回目も極意書なしでいくか。はい。さあ、お願い。いいやつ来てくれ。あー、全力投球。まあまあ、そう簡単にはね、来ないですよ。さあ、ラストやっていきましょう。じゃあ、これはね、もうサポートアイテム結構使っちゃいます。5個いこうか。うん、5個使って。さあ、超特急つくか。お願いします。頼む。
何が来るかな。あーミスターコントロール。いやーなかなかな、狙った称号がつかないですね。ミスターコントロールをつけると請求型になってしまうんだな。じゃあこれは QEA がね今必要なんで、はい、火の玉ボールのままでありがとうございました。はい、というわけでね、ノーミスさんと糸原さんにはね、つけたい称号つけれませんでしたけども、ボーアさんはね、パワー A になったので、まあ良かったのかなと思います。あとはね、プロスポ交換会、3回目もね、すごく楽しみなので、またね、動画にしたいと思いますので、動画また見ていただけたら嬉しいです。今回はこんな感じで終わりたいと思います。このチャンネルは阪神純正で歯を無課金で目指しております。リーグ王者の成長動画にしてません。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。フレンドもね、募集しております。コメントね、ぜひください。お疲れ様でした。ありがとうございます。バイバイ。